兵庫県の阪神館と大阪府北部の地図。青の豊の地域と水色の三島地域が大阪府の北摂。赤と桃色が兵庫県の北摂にあたる阪神北県民局管内。北摂は両政国の摂津国北部に由来する地域名称。一般的には現在の大阪府北部を指す場合が多いが、兵庫県南東部内陸の阪神北地域などを指す。 場合もある。摂津国の中心であった大阪からの方位に基づいて、島上、島下、豊島、の瀬の4軍が、北摂、川辺、有馬、向こう、ない、8部の5軍が、2施設と呼ばれた。この場合の北摂が、現在の大阪府北部にあたり、兵庫県南東部は、2施設にあたる。一方、単に、摂津国の北部にあたる地域を指す場合もあり、この場合の、 北雪は、川辺郡北部や有馬郡北部、向こう郡の一部を含むことになる。特に顕著なのが、三田市で北雪を干渉のように使用している。なお、兵庫県では阪神北県民局管内の四市町を、兵庫県域における北雪と定義しており、大阪湾に面する阪神南県民センター管内は含まれない。古代より京から山陽道に抜ける。 西国街道が通り、豪族や自社の荘園が広がる地域であった。近世にはいくつかの数万国クラスの小規模藩ができ、廃藩置県後に大阪府と兵庫県に分かれて属することになった。なぜ摂津国が現在の大阪府と兵庫県に分属することとなったのかは、詳細にはわかっていない。大久保利道と前島密かのやりとりの中で、不県境が引かれた。 という見方があるものの、大久保と前島の所管の中には明示されていない。類推としては、府県単位で財政を考えた際に、大阪府には、財源となる、江戸時代から続く商家、銀行、市場などの商業集積があるため、最小限の地域しか属させず、逆に、神戸港の整備の必要から、兵庫県地域を広く取り、酒造業などからの税収を使わせたかったかったからで、 ある、とする当時の廃藩地検の考え方が、傍照的に考えられるのみである。1900年代から1930年代に、かけては、阪神艦モダニズムによって、地域西部の阪急宝塚本線沿線や、兵庫県の北接地域で、富裕層へ向けた、郊外住宅地が多く開発された。これらの地域は、現代も高級住宅街やブランド住宅地として、 全国屈指のエリアとなっている。現在では、北雪山系の南側に、伊丹空港、東海道、山陽新幹線、明神高速道路、中国自動車道、阪神高速道路といった交通インフラが集中し、人だけではなく、物流についても地区内の往来が激しい地域となっている。北大阪急行沿線を中心に転勤族が多く、住むことでも知られている。 大阪府内の北接地域は、豊野郡と三島郡の旧郡域に基づき、下記の二つの地域から構成される。豊野地域は、大阪府北西部の現在、または過去の豊野郡域にあたる地域である。三島地域は、大阪府北東部の現在、または過去の三島郡域にあたる地域である。ただし、両地域と旧郡域は、完全には一致しておらず。 水田市と豊中市の境界付近や美能市東部、豊野町の一部はその例となっている。また、市町村の枠を超えた広域行政のほとんどは、両地域合同のものとなっている。兵庫県が北節と定義している、阪神北地域は、旧軍域と一致しておらず、川辺郡の北部、有馬郡の北部、向こう郡の北東部といった曖昧なものとなっている。阪神北地域は、 兵庫県南東部にある阪神館と呼ばれる一帯の北側にあたる内陸地域である。なお、有馬郡の旧軍域は神戸市北区の内旧有馬町、有野村、道場村、旗村、大沢村、長尾村、西宮市の内旧塩瀬村、山口村にも及んでいる。北部の三田市と稲川町は阪神館から除外されて丹波県民局管内の丹波市、 丹波笹山市と合わせて北摂丹波とされたり、三田市の実が丹波市丹波笹山市と合わせて丹油に区分される場合もある。隣国である丹波国総伝軍の旧軍域にも北摂と呼ばれる地域がある。現在大阪府域である豊野町北、寺田地区と高槻賀市東四田地区は丹波国に属する地域で、それぞれ1958年に京都府から 越境編入された経緯がある。一方、現在も京都府域である亀岡市にも、北摂バードタウン、北摂ローズタウン、さらには、茨城大という名称のニュータウンが存在する。牧寺田地区と北摂バードタウンは、旧西別院村の一部、北摂ローズタウンと茨城大は、旧東別院村の一部、その東隣が、旧化した村であった。これらの地区には、 接待国境と分水界が一致しないところがあり、あまりの川、愛川、悪田川といった摂津国を南流する河川の支流を含む上流域であることが越境の要因と考えられる。ありがとうございます。